Hello everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今何をしてるかというと、今考え事をしてまして何考えてるかって言ったら、いやー、麻ひも一番編みやすい3mmどれかなと思って、でね、いろいろ試したんですけど、何がいいかなって。でやっぱり最初チューリップで編んでたんですよね。でチューリップはやっぱり滑るからいいんだけど、私チューリップのグリップ付き持ってないから、チューリップいいんだけど滑るしね、編みやすくていいんだけど編みやすそうには見えない。ここがやっぱ細いからちょっと疲れてきちゃうから、まあグリップ付き買おうかな、どうしようかなって今悩んでるところで、駅もね。でじゃあグリップ付きだったりのかって、ペンインは多分ダメだと思う。ここ折れる可能性があるから、ペンインじゃなくてアミュレで、次アミュレ使ったんだけど、どうもねしっくりこないんですよね。何がしっくりこない、グリップついてるのは助かるんやけど、ちょっとしっくりこなくて、でグリップダイソーさんしか他持ってへんから、ダイソーさんの使おうと思って、今ねダイソーさんのでやったらね、ダイソーさんね編みにくくはないんですけどね、どんどんね、ここがね編んでるうちにね出てきはるのね。ほんで出てきはるから、あかんかな思って、ほらもうなんかどんどん出てきはるから、ね、ちょっとお休みしといてもうてて、ねやっぱりチューリップなんかなと思ってる時に浜中出して、でも浜中ここ短いしいけんやろかと思いつつ編んでたんですよ。ただね、意外とこの細さでもこのグリップ結構仕事してくれてて。確かに手大きい人やったらこういう後ろね痛いかもしれへんけど、でもここも擦れてきて痛くって、みんな麻ひも編む時どうしたのかな、こんな手痛なるんと思ってこの辺ももう皮めくれてきてるし、ボロボロなってきてて、手が結構大変よね、麻ひもって。硬いからね、ちょっと苦手ではある。で、じゃあ他どうなんかな思って、ボイとスーザン・ベイツ出してきて、スーザン・ベイツはね、あ、このサイズはまた小さいサイズ用買わんと入ってないけど 3.25 ってやつ、その下が 2.75 ってやつなんだけど、編みやすいけどちょっと緩いから 2.75 試してみようかな。これが 2.75 ってやつで、グリップついてないんだけれども、ああ編みやすいかな。重たいかな、やっぱり後ろグリップついてない分ちょっと重たいね。これはこれで編んでたら多分しんどいかな。これはボイです。ボイの 3.125 ってやつ意外と編みやすかったびっくりしたの。ちょっと手当たってごめん。まあトリニティを編んでるからっていうのもあるんだけど、この細編みじゃなくてね、細編み3目一度麻紐でやるって結構大変ね。まあまあ編みにくくもないな。スチールためにしてみようか、ボイの。これボイのスチールの 3.25 ってやつ。ああ。悪くはないけど、やっぱりここ痛くなるやろね。エティも買わなあかんのかな。エティもやったら楽なんやろか。買うんやったらセットで欲しいしな。どうしようかな。思ったのはね、やっぱりシャフトがちょっと長い方が編みやすいんかなと思ったんですよね。で、あ、そうそう、ここ下はね 5mm で編んでたじゃないですか。で 5mm やとね、意外とこれが編みやすかった。ダイソーさんちょっと先伸ばして、ちょっと伸ばし気味で編んだら編みやすかった。アミュレの 5mm はここが短すぎて届かへんかって、ダイソーさん意外と編みやすかった。でボイ試してこれが一番編みやすかったかな。だからもしかしたらエティも編みやすいんかな。すごい癖あるよね、糸って。なんかちょっとね、どのかぎ針がいいかなと思っていろいろ試してるんですけど、スーザン・ベイツまだ試してないですけど、やっぱグリップついてる方が、グリップ付きはグリップ付きでちょっと編みにくくて、シャフト長い方が編みやすいので、どうしようかなと思ってて、はい、今、ダイソーさんのこれを、先を伸ばして使ってるんですけど、万能のかぎ針ってやっぱないんやなと思って。これで木なんか、竹とかで編んだら絶対折れるしな。逆にアフガンで編んだらいいんやろかもって出したら全然あかんかって、後ろの方で持った方がいいのは確実に良さそう。こんなちまちま編んでたら多分すんごい力がいって疲れそう。ということでね、悩んでるんですよね。またいいのがあればお伝えしまして、こういう時にアディのこんななってるフックあるじゃない、持つとかあるじゃないですか。あれ意外とやりやすいんかな。だけどでアディはここが短いから編みにくいの分かったんです。そしたらこのちょっと長いバージョン出たんですよ。だからアディの長いやつもええなとか思いながらも、これ以上かぎ針増やしても片付ける場所ないしなと思って。そうそう。それでね、3mm は結構使うから、もう買ってみようかなと思いつつ、この鼻真ん中が今のところ一番いい感じですね。3mm、麻紐3mmで編むんやったら。で、2本取りで 5mm で編むんやったらダイソーさん編みやすかった。滑りいいの入れたら、このぐらいシャフトがあるんやったらエティも編みやすいかもしれない。っていうのが私の感想ですかね。ということで片付けしよう。これは水道屋さんの磁石なんですけど、こうペタッとハサミとかくっついといてくれるし、毛糸よう針もペタッと一応貼り付いといてくれるんで、ケースに入れとくとなかなか便利ですよ。磁石好きなんで私。何でも磁石ですけどね。具合ですかね。いやほんまにいろいろ奥深いですね、何かと。はい、こんだけしか持ってへんかったっけ、かぎ針って感じ。もっと置かなかったっけ私、思いながら。こんだけしかないんやんな。なんか意外と自分、もうこれ以上かぎ針ややは増えんのと思って、ねえ、ではしましょうかね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching. See you next time. Bye.